はいこんにちはレトスのおのです7月24日の3問に入っていきます確定期限のある債務は期限が到来した時から履行地帯となる丸か×かという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいえ答えは丸ですね 確定期限のある債務は期限が到来した時から履行地帯になります。これは消滅事項の起算点と同じなんですね。なんで合わせて覚えておきましょう。これはもう2、3回出題している問題なのでそろそろ覚えていただければと思います。消滅事項と履行地帯の起算点の違い。この動画もですね、えー、下記概要欄に URL 貼っておきますのでご覧いただければと思います。 一応こちらにね、お知らせボタンも追加しておきますので、こちらから見れる方はこちらからご覧いただいても構いません。で、確定期限のある債務ってどんなものかイメージできますでしょうか具体例を一つ考えてみてください。さっと出てこないというのであれば、イメージできていない証拠なんですね。これでは実力はつきません。では一つ具体例を出します。 12月31日までに借りたお金を返す義務。まあ、返す債務でもいいですね。これが一例です。12月31日までっていうふうに期限が確定していますよね。返済期限が確定しています。だから確定期限っていうんですね。この場合、12月31日が経過したら履行地帯になります。履行地帯っていうのは履行が遅れてますよ。義務を果たす期限がもう過ぎてますよっていう意味ですね。 このようにイメージをしながら勉強することによって実力は上がります。イメージできないと試験前になって点数が上がらないっていう風になるんですね。なんでそうなりたくない方、また今年の合格を目指している方は今すぐ理解学習に変えて勉強を進めていきましょう。単に丸暗記で学習していると本当試験前になって点数が上がらないってなってきます。あの過去問の点数と予想模試の点数、これは上がるんですよ。だから多くの方が勘違いしちゃうんですよね。 あちゃんと勉強できてているって勘違いしちゃうんですですも実際法試験になると問題文がちょっとイメージできないとか問題文が分かんない頭に入れた内容が真っ白になって飛んでしまうっていうふうになっちゃうんですよねでそれっていうのはもう日頃の勉強の仕方がもう丸暗記学習だからなんですよ理解学習をやっていれば問題文もちゃんと分かるし頭に入れた内容も忘れにくくなるんですねまた忘れていたとしても問題文から答えを導くっていう手法を使って答えることができたりもするんですよ なので、合格点ぐらいは取れるんですね。まあね、あの、40何点とかって言って、高得点は難しいかもしれないけども、ボミスをしたとしても合格点は取れるようになりますので、ぜひですね、理解学習に変えていただければと思います。それでは問い2ですね。えー、宅地建物取引業者は、宅地、もしくは建物の売買の契約が成立したときは、宅地建物取引業者でない飼い主に対し、取引士をして、 一定の重要な事項ををした書面を交付した上で、説明させなななければならないい丸かかという問題でですねで答えはどうでしょうか?×です。重要事項説明及び書面の交付っていうのは契約成立前に行わないといけないんですよね。これ、さらっと読むと分かっていても丸にしてしまうんですよ。この辺、さらっと読んじゃって、まあ、最後の方だけ見るとこれ正しく見えてくるんですよね。今回の問題は前半部分が誤ってるんですね。 ちゃんと問題文を読む癖つけないとですね、間違ってしまいます。もうボンミスしちゃうので、もうボンミスしちゃうと、もうどれだけ実力ついていても合格点取れないんですね。なんで、しっかり問題文を読む癖をつけましょう。また問題文のこの取引紙押しての押してですね、この押して。まあ、これについてなんですけども、解説するとちょっと長くなりますので、この点については短期講座で解説させていただきます。 短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますまた短期講座、えー、今月の末で一旦募集終了となりますのでその点ご注意いただければと思いますで問いです停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない丸か罰かという問題ですねでこれ答えはツです事後届出っていうのは 契約締結日から2週間以内にしないといけないんですね。つまり、停止条件が成就してからではありません。問題文は、停止条件が成就した日から2週間って書いてありますよね。ここが誤りだということです。で、これっていうのはよくある引っ掛け問題なんですね。で、この問題っていうのは非常に重要な考え方があります。で、これは本文に限らず、近年の引っ掛け問題などに対応するための考え方なんですね。で、この考え方を日頃から使って学習していると、 本試験でも得点できるようになります。その考え方は重要なノウハウなので、短期講座で解説させていただきます。短期講座の受講者様は、受講者専用のメルマガの解説をご確認いただければと思います。そして短期講座については、残り3名で募集を終了させていただきます。短期講座については募集人数限られておりますので、お早めにご検討ください。残り試験まで3ヶ月、一緒に勉強して、達見合格を目指しましょう。あなたの受講をお待ちしております。 お申し込みはこの動画の下の概要欄に URL を貼っときますのでそちらからご確認ください卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょうレトスの小野でした